合わせて来てくれた方もいらっしゃると思います。でこんな大勢の方に最後お越しいただきとても感謝します。どうもありがとうございます。あ、大家参加我们这次活动我们非常的感谢，谢谢。我们是因为我一个朋友，他曾经在和田后上也是干这个工作教瑜伽的，是他介绍我到这条板上来的。正因为我那朋友介绍，我有缘和大家在和田后上相见了。今天啊，こんなたくさんの人たちと一緒な時間がすごくとても嬉しいです。我非常激动。马上就要下船了嘛，这三个月。こんなことが待ってるなんて思ってもみなかったんですけれども、すごく本当に感謝します。我从来也没想到我会坐在这条船上，会和大家相遇，所以说我流泪了。ね、よく私をここに招き入れてくれましたビートボードのスタッフの方々にとても感謝したいと思います。在此呢，我要感谢 Peace Board 的工作人员。我既不会英文，也不会中文，然后大家非常的努力学习瑜伽，我很感动，我非常感谢各位。我呢，在做瑜伽的同时，在教大家的同时，我深深感到大家的热情，还有大家对我的工作的支持，我非常感谢。私にとっては本当に貴重な体験になりました。心から感謝します。ありがとうございます。在和田号上教瑜伽，这是我们想都没想到的。非常珍贵的一段回忆，我十分感谢大家。我觉得这个工作可以跟人相结合，而且呢，心也可以相连在一块儿，然后呢，能够跟他们做事非常高兴。我除了练瑜伽，还有两个工作，一个健康瑜伽之外，我还参加很多活动的工作。在国外。到一个地方住几天啊，这个地方出去旅游，或者在一个地方的环境下做做瑜伽，这个是最喜欢做的。で、去年はね、その私をここに紹介してくれたモンソイの人たちが。这样
朋友。这是一首恋爱的歌曲，一个年轻人，一个年轻的女性，她的初恋的故事。大切な人を、待って待って、そして早く来てくれるのを、待ち望むがあまりですね。風が吹いて戸が鳴ったようなそんな音がですね、大切な人。这位年轻的女性等待着她很重要心爱的人，那风沙沙的作响，这声音是否代表着恋人的到来呢？そんな初々しい気持ちをぜひ聞いてください。大家一起听这首曲子，回忆起自己的初恋吧。
因为我觉得大家肯定很多莉莉我们现场的人会说中文，所以第二段就会用中文演唱。それでは聞いてください。キズナとに響け。大家听到了马鸣声，请为我鼓掌。我们有一些小互动吧。それでは、ライブ聞いてください。
to our final destination. We only have a few days left. 还有几天我们就要结束我们的环球之旅了。次の曲は大切な人を見送るそんな曲です。The next song depicts the scene of seeing someone off. 接下来的一曲是我们目送着心爱之人离开的一首曲目。この後それぞれ各々の場所で下船をして一旦別れが来ると思います。Once we get to the port, we will have to say goodbye to your friends you made on board. 接下来我们可能要下船的时候，就会与我们的朋友还有我们的和平轮说再见了。この曲はそんな再会を待ち望むそんな一曲です。This song is a feeling depicts the feeling of waiting to see someone once again.这首曲目呢是等待再次相会的一首曲目。風に舞い上がった桜の花びらが空が流した涙のようなそんなイメージを捉えることができて作った曲です。When I encountered a scene where the cherry blossom petals were blown away by the wind and it looked as if it was a tear of the sky.風中飛舞的櫻花就像天空的眼淚一樣。この曲は皆さんに送ります。 So this song is for you. 这首曲子送给你们。霞桜社員という曲を聴いてください。霞桜 Misty Cherry Blossom。 下一首社員送给你们。悲しみを越えて
ありがとうございました。よろしくお願いします。
给大家演掉吧。まずはさとしきさんのソロライブを楽しみください。それではよろしくお願いします。さとしきさん、こんにちは。那首先就请李帝圭先生为大家表演。皆さんこんばんは。大家晚上好。 Good evening。 本当にたくさんの方お集まりいただきありがとうございます。最後のライブぜひお楽しみください。This is my last performance. Thank you for so many people. 谢谢大家呢来到我的演出，这是我最后一场演出了，请大家愉快的听到最后。それでは一曲目は日中合作映画の曲となった曲、とてもニコらしい曲を演奏したいと思います。The first song I'm going to play symbolizes the friendship between China and Japan.第一首歌曲呢是中日合作的一首电影的歌曲。ソシュウヤ曲聴いてください。苏州 Serenade。苏州夜曲。
月亮代表我的心。この曲はとても、愛している人から、あなたは私のことどれだけ愛しているのかと、そういうことを聞かれて、私の気持ちは本物です。この月が表しているようにという、そんなロマンティックな。This describes the conversation between lovers. One asked the other, "How much do you love me?" And the other one said, "The moon speaks my mind." 这首歌呢，是当一个人被深爱的人问你到底有多爱我时呢，他回答说，就是月亮在代表我的心。是的。你问我爱你有多想，我爱你有几分，我比爱也坚，我比爱也坚，月亮代表我的心。你问我爱你有多想，我爱你有几分，我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心。轻轻的一个吻，已经的懂我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分，你只想一想，你只看一看，月亮代表我的心。
ありがとうございます。中文来演唱第二段。それでは、彼方の風、遠方の風、聞いてください。Thank you.
日文教室的英景老师。皆さん、我在这艘船上的第一场演出当中呢，唱过一首歌。那这首歌呢，刚好是日文教室的学生们也学习的歌曲。那参观这个日文教室的时候，我才知道这个事实。我听他们练习的时候呢，我发现他们不仅仅是日文非常好，他们唱的歌声也非常的美，所以呢，我就邀请了他们来跟我今天一起演唱这首歌曲。日文学校的日文教室的学生们，请大家来到舞台上或者舞台前方也可以。去啊。我们演唱的歌曲呢是坂本九的《请抬头看夜里的星》。もちろん知ってる方はぜひ口ずさみながら演奏してください。If you know this song, please sing along with us.如果有其他乘客也会唱这首歌，请您跟一起唱。Let us start. 那我们开始吧。行きましょう。1、2、はい。本当に皆さんからもらったテーマソングの、紙ですね、そのままを歌詞にしております、初めて見る方ぜひこのスクリーンをご覧になって、見ていただければなと思います。 As you can see on the screen, I've collected words and phrases from all of you. 那我们把收集到了这些的写在纸张上的歌词呢，直接用到这首歌里了。如果有第一次呢听这首歌的乘客呢，请一定要看大屏幕。我歌曲的歌名呢叫做 Unity 共同体。对吧，行吧行。
ありがとうございました。素晴らしい。お二人ともありがとうございました。またお会いしましょう。See you again。谢谢大家，真的太棒了。今演奏。